こんにちは。今日14日よね。今日はじゃあね、今日3時半まで配信します。3時半までするね。今日3時半になったら教えてください。お、今日は高休日。おー、お休み？よかった。ゆっくりじゃあ見れるね。はい、今日は3時半に終わりますので、3時半25分とかになったら教えて。関東甲信越梅雨入りした。あ、関東地方。おお、すごい、梅雨入り。おめでとうなのかな。でも遅いよね、すごい。もうだって6月中旬でしょ。いつもより遅いよね。じゃあこれから毎日雨かな、関東は。早く梅雨明けんかなね。最近雨多いよね。なんか突然雨降ったりとかさ、するやんか。雨止んでほしいって思ってる、ずっと。お仕事中ありがとう。顔出してくれてありがとう。皆さん、セッタングッズゲットしていただけましたか？今日の12時59分までだったんですけど、ゲットできたかな。関東は例年より梅雨入りをする。そうだよね、そうよね。だってめっちゃ遅くない？なんかこの間やってたんだよね、6月11日とか7日が普通みたいな。ナベッチさん久しぶりじゃない？こんにちは。火曜日に何？腰の？なんだろう。昨夜雨と、あ、雪、あ、危ない。雷ね。今雪と思ってさ、雷すごかった。昨日雷？雷最近聞いてない気がする。あのね、夜中になっちゃってもね、気づかんとよね。そう、夜中にさ、雷とかなってみんな起きるタイプですか？私は全くびくともしないですよ。ちゃんとぐっすり寝てますから。帰宅遅かったから直撃だって。最悪じゃん。怖いね。気をつけて。もう自分のところに落ちてこないように。なんか近くで落ちるとさ、怖くないね。お、兄ともに、私と兄ともに生誕グッズ届くの楽しみで嬉しい。ありがとう。待ってて。ベビーフェイスだね。ベビーフェイスって言われることあんまないよね。ベビーフェイスって褒め言葉なのかな。ベビーフェイスだって、みんな。どうですか、私。ベビーフェイスなのかな。そんなこともないよ。わかんない。私、何フェイス？あ、やっほー、みんな。続々と来てくれてる。こんにちは。え、さえちゃん生で見てから可愛すぎて震えて。嘘、嬉しい。なんだろう、神奈川ファイナルかな。嬉しすぎる。ありがとう、応援してね。童顔ではないってこと、成人ですね。いや、ベビーフェイスって言われたので、わかんないですね。ベビーフェイスってどこに入るんだろうね。どこの部類に入るんだろう。スーパーカップスイーツ、スイート、アイスの、あ、スーパーカップのね。白桃、大
ルトが出てるのに仕事帰りに見に行くのせた。おお。え、桃味美味しそう。美味しそう。いいね。なんか夏って感じする。うん。なんか桃の季節わかんないけど、桃っていつだっけね。でも桃のスーパーカップとか絶対美味しいと思う。うん。あ、マックシェイクの桃を片手に仕事してますね。ピカチュウやろ？ピカチュウやろそれ。飲みたい。飲みたい。あの、マックフルーリーのチョコバナナは全然興味ないんやけど、白桃シェイク？桃シェイクか。うん、わかんないけど。めっちゃ気になってる。うん。ピカチュウよね、それも。そうよね、多分。うん、いいな。ピカチュウ、ピカピカ。雷に囲まれた。怖い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 。アニハセヨ。オムライスの違うよ。シェイク、マックシェイクの話。うん。ピカチュウのやつ。CM やってるもんね。うん。EURO やってるから、アイドルやお菓子食べながらワウワウでサッカー見てる。おお、サッカー好きなんやね。出前館、出前館って何？ウーバーイーツ的なやつ？デリバリー？出前館だから持ってきてくれるやつだよね。届けてポチって。マックシェイクいいな。ピカチュウ、うん、桃とピカチュウに惹かれてますかね。うん、桃とピカチュウに惹かれてます。すごく飲んでみたい。美味しい。抹茶さん、みんな飲んだ？いつからなんだろう。先週の水曜日だったのかな。マックってだいたい水曜日に始まるようになったら新作。あ、待って、アイドルじゃなかった。アイスね。アイス食べながら。なるほど。うん、アイスと何？お菓子ね。なるほどなるほど。パッと見でさ読んじゃうからね、ダメだね。ソラノちゃんの声癒されてニコニコしちゃって勉強頑張れる。わあ、勉強中？勉強中？江戸美月ちゃん勉強中かな。学校？学校で見てくれてんの、もしかして。月曜日だもんね。嬉しい。 M サイズが3分で飲めた。 M サイズってこんぐらいない？すごい、3分早い。ずっと飲んじゃったっちゃうか。お昼のデザートはソフトクリームと迷ったけどマンゴーにした。うわ、最高じゃん。イエイ。日本一号オープンから今年ね。そう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 ね、それあれ何かで見たよ今日。そう、50周年なんだってね。うん、シェイクくらい届けてあげたいけど絶対ぬるくなってると思う。そうよ、絶対ぬるいわ。うん。まちゃさんありがとう、本当にその通り。ありがとう、分かってる。そのピカチュウのシェイク、ルナッチさんがインスタのストーリーであげてた。そうやっちゃう。ストーリーね。今日オンライン、あ、オンラインね。じゃあお家で勉強頑張ってるんやね。嬉しい。ショールーム開きながらパソコンと向き合ってんのかな。うん。ジューシーチキン唐辛子とテキサスバーガー。あ、テキサスバーガーなんか聞いたことある。食べたことないけど。どんなバンガー？トリッチ？え？トリッチ？トリッチ？本当に？嬉しい。
あの肉肉しいやつね。うん、美味しいよね。トリチ美味しかった。なんか一人で食べるの大変だけど美味しかった、すごく。うん、トリチ最高じゃん。戻ってきてくれるの？うん。はい、I'm from Indonesia。カナルカのおさやさらの、口をからみさらの。ツイッターのショールもフォローミー。PTR さん。ありがとう、Thank you。テレマカシー仕事な、お、お疲れ様。嬉しい。今日は仕事してるんだ。今日はっていつもしてるか。みんなお仕事してますか今。みんな上司さんにバレないようにね。うん。パソコンに隠してでもぜひ見てください。昨日もしてたわって、お、昨日もしてたんや。今日休み？今日お休みなのか。月曜日がお休みのところとかも結構ありそう。うん。トリッチでテンション上がるとは思うけど、トリッチ美味しいやん。トリプルチーズバーガーでしょ？一人で食べるの結構大変だけどね。うん。すっごい美味しかった記憶がある。うん、すっごい美味しかった。一回だけ食べたんだよね。あの、トリッチとカラダブチとダブチが出てる時。ちょっと前だよね。でもほんの数ヶ月前か。うん。仕事してるのに落ちた方がいい。うん、パソコンに隠れてる。オッケーオッケー。グッジョブ。うん。腰壊れて休業中です。大丈夫かな。ゆっくり休んで。うん。ケイトさん、こんばんは。宮崎県代表のエミサラノです。ぜひぜひ、ツイッターもショールームもフォローしてください。今日はね、スーパーに行った。うん。今日スーパーに行って、あのね、スーパーに行って大きなスイカに惹かれて買っちゃった。持って帰るのが大変だった。重くて、あの丸々1個じゃないけど、なんだろうね、何分の1だろう、あれ4分の1ぐらいかな。4分の1、普通に赤いスイカ中が。うん、いくらしたの？え、安かったよ。4分の1、あの、こんなやつ？こういうやつなんだっけ？こういう形しちゃって、4分の1で、3キュッパぐらいかな？うん。いや、スイカ割りできない。あの、もう割ってある。4分の1にカットしてあるやつ。こんぐらいのサイズの。買っちゃったよね。3キュッパぐらいだった気がする。うん。そんぐらいかな。500円は必要なんと思う。うん。そう。あとね、え、スイカ割りしたいところやけどね、もう割れてるんだ。ねえ、それ聞いて。あのね、スイカ買った後にね、あのスイカの、あの汁が漏れちゃうと思って、ビニール袋にね、あのビニール袋あるやんか、スーパー。スーパーのカゴからこう袋に詰めるコーナーにさ、ビニール袋あるやんか、ロールのやつで、あれでそう、汁こぼれんようにと思って、にもいあのかぶせたの。で一個じゃちっちゃくて、そう、何枚も取っていいやつ、それそれそれでね、あの1枚じゃ入らんから、大きさ的に2枚上と下から、上からと下からこうやったの。えいって、あ、413日ありがとう。あのこうドンドンって、わかる？
後ろからと、うん、前からと後ろからと袋、ビニール袋に入れたのね。たらさ、スイカがさ、そう、スイカが重すぎて、前側はいいんやけど、入れたのはいいんやけど、後ろ側こう入れたの。したら、スイカが重すぎて、袋からスイカが落ちちゃってね。落ちちゃって、テーブルにドーンって。で、スイカがちょっと割れたんです。すごくショックだった。うん。めっちゃショックだったっていう話。それだけ。でも無事お家に帰ったので。悲しいよね。でも地面に落ちてないだけマシじゃない？うん。机にドン行っちゃって、そのスイカがちょっと割れ、ひび入っちゃった。リアルスイカ割り本当だよね。もう私勝手にスーパーでスイカ割りしちゃったので。そう。そう、あの袋案外弱いから重いもの入れる方ご注意。でね、このスイカ買ったのはいいんやけどね、このスイカプラス私牛乳なくなったから牛乳買ったの、お家で。牛乳も買って、牛乳も重いやんか、1リットル、あ、2リットル、ん、牛乳1リットルか、うん、1リットルあるからさ、重いやんか。だからね、買いすごく重かった。もうなんか、もう、あ、そう、今日ね、エコバッグを忘れて、普通になんかバッグ持っちゃったっちゃけど、さ、バッグさ、バッグの中に入れたらこう汚れちゃうから、袋買ったのね、今日袋もらって袋入れて帰ったんやけど、もう重くてさ、本当に、そう、なんか3円か2円か分かんないけど、なんか袋買って1枚、重すぎた本当に。うん、めちゃんこ重かったよ。言ってくれれば持ってあげたのにって呼べばよかった。そうなんです、本当に重かった。うん、主婦って大変だね、本当に。重すぎたよ。そう、チッチッチ、本当に車出してくれる、本当に優しいね。うん、大変だった本当に、暑いのにさ、大変だね。もう焼けちゃったよ、すごく焼けました。もうこれね、誰が見ても分かるくらいに焼けた本当に。この間焼けたって言った時よりも焼けてるもん、めっちゃ焼けてる。うん、いや、大玉のスイカ本当に車じゃないと買えない。うん、重くて。おはようって、おはよう。うん、え、すぐ冷蔵庫入れた、もちろん。300円くらい払えば送ってくれるサービス、ちょっと300円払うくらいなら自分で持って帰るよ。うん、重たいもの運ぶとき読んでよ。みんな優しいね。呼ぶね。うん。呼ぶって言ってもみんな飛行機に乗ってこないといけないよ。うん。うん。いや、大玉スイカこんななっちゃう。持って帰るの。えい、えい、えいって。うん。そう、今日いろいろフルーツどれ買おうか迷ったけど、やっぱスイカに惹かれちゃうよね。パイナップルとも迷ったんやけど、今日売ってたパイナップルがね、なんか半分サイズのなんかパイナップルだったの、ちゃんと。なんて言えばいいの、皮付きパイナップル、うんうん、外側がちゃんとついてるパイナップルだったから、
そう、あのカットしてあるやつがよくて食べやすいじゃん。そう、自分でしないといけないから今だから丸ごとじゃなくて半分、あ、パイナップルを真っ二つに切って上のもじゃもじゃを取ったやつ、そうそうそう、が売ってて、でも私はカットしたやつがいいから隣にあるスイカにしました。まあ、スイカもね、まあ、切ってないけど半分、あ、4分の1だから まだマシかなって思って、うん、私スイカこうやって食べたいんだよね。あんまやったことないか、まだ。いつもちゃんといっぱい切られてるやつをこうやって食べるから、こうやって食べてみたい。食べたことあるけどさ、食べたことあるけど、こうやって食べたらやっぱ美味しいじゃん。うん、スイカベイビー、世界で一番好きだよ、みずみずしいその笑顔が好きだ、スイカベイビー、眩しい太陽の下で輝いた君は真夏のマドンナ。スイカの早食い、いいね、楽しそう、うん、夢だよね、うん、そう、志村けんさんみたいにこうやって食べたいでね。あ、海がいいね、確かに海とか最高じゃん、海でスイカとか幸せじゃん、うん。スイカさんが呼びました、呼んだ、たくさん、うん、反応してくれてありがとう。スイカバーで我慢してくる、全然違うよ、でも、うん、ちぎって食べるパインって何、うん、スイカ種絶対食べん、うん、あのジャリって言った時すっごくショック、種は、あ、ちなみにね、今日の朝もスイカ食べたんだよね。あ、今日買ったスイカはまだ食べちゃうんだけど、この間のスイカがあと2切れ残っちゃって、あの2切れって言ってもカットしてあるやつだから、もうこれとこれ、うん、これとこれって感じなんだけど、それは今日の朝食べたから、そう、今日もスイカ食べた、そういえば朝起きてスイカ、今日の朝はスイカをご飯にしました。うん、種最初に全部取る、うん、あ、見える部分は最初に取っちゃうけど、あの爪楊枝だったりあれで刺すやつで取っちゃうけど、それ以外は普通に、うん、食べるよ。うん、めっちゃスイカ好きよ、本当に。スイカ色になってる、本当？あれ？うん。待って、スイカご飯でカブトムシじゃないよ。私はカブトムシじゃないです。スイカが大好きなのです。私毎朝夏ね。夏はね、私朝昼晩スイカが食事でいいっていうぐらいね、スイカ大好きなんやけど、まあ、全然そんなことはしてないです、はい。それぐらいスイカ好き、うん、そうなの。あ、面白い、スイカさんが照れるって、本当にスイカさん最高、うん、カブトムシじゃないよ。カブトムシにスイカはダメだし、だってダメだったよ。スイカの皮をかぶったことある？え、べちょべちょじゃん頭。夏バテになりにくいって。道理で夏バテにならないと思ったわ。まだ夏じゃないね。うん。
あ、あやちゃん髪切ったでしょ。髪切ったちゃろ。もう切った。今美容室まだどれぐらい切ったの。ボブ見たい。うん、見るたびに顔が赤くなって本当に照れちゃう。少し背の高いあいこさんじゃん。スイカが食べたいな。ボブよりすごい。あのあれだね、思い切ったね。あやちゃんめっちゃ長かったのに。うん、見たい。うん、スタバ買って帰宅した。お、スタバの味を当てましょう。マンゴーフラペチーノ。今月なんて言ってたっけね。あ、うん、ほうじ茶チョコレートって言ってたっけ。何だっけ、何だっけ。どっちかだと思うな。それか抹茶。どれどれが正解。全然違ったりして。この間のイチゴがめっちゃ恋しかった。うん、どれ正解。ね、今なんだっけ、スタバの新作。皆さん、ほうじ茶チョコレートケーキだったっけ。マンゴー正解。本当嬉しい。一番目に当てたよね。嬉しい。イエイ、さすがマンゴーちゃんのファンだ。抹茶はちょっと照れる。抹茶さん無理やりだな。あ、スイカね。確かに種なかったらって思うよね。見たい、めっちゃ。あやちゃん、うん、抹茶ペペロンチーノ絶対美味しくないでしょそれ。ストロベリー美味しかった。ストロベリー、うん、ストロベリーもうないよね多分。ストロベリー美味しかったんだよね。うん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 、美味しかったあれは。ストロベリー飲んだみんな。すごいじゃん、カスタムして完熟マンゴー感にして。え、何それ。え、どうやってやんの教えてよ。すごい、あやちゃんスタバの扱い慣れてんね。うまって、嬉しい。ストロベリーにはチョコチップ入れると美味しい。すごい、それも普通に入れれるやつ。あれってどこまでが無料なんですか。どこまでが無料でカスタムできるの。なんかあるよね、いろいろ。ソースは無料とかさ。ソースはするけどね、それ以外あんましたことない。うん、みんなよくする。小さい頃からスイカが好きで、人でもスイカ買ったら面白がってかぶってでも可愛い、それ想像すると。でもべちょべちょだっただろうね。ママに怒られたんじゃない。うん、マンゴーなんちゃらフラペチーノ注文。うん、マンゴーフラペチーノね、よくあるやつね。なんとかティーを抜いてもらったら感じ。そんなの入ってんの。なるほど。スタバでポイントがたまって一杯無料の時にトッピングしまくる。おー、なるほど、いいね。ホイップ増量は無料。あー、ホイップも無料。ホイップとじゃあソースが無料。うん、おやも面白がってた、それは良かった。うん、スイカのヘルメット、それさあれじゃん。面白い、本当やね。リアル出川さんだね。うん、
ヘルメットのやつだ。バイクのね。そう、充電旅じゃん。マンゴーパッションティーフラペチーノ。あ、マンゴーパッションティーフラペチーノ。あ、じゃあ私が思ってるやつと違うのかな。うん、なんか私が思ってるやつはあれだ、あの普通に定番に置いてある マンゴーのやつ、それかな。あれ、それの髪切ってないの、うん、約束してないからね。あやちゃん先に切ったでしょ。うん、先に切ったでしょ。私は切らない、伸ばすんだ。でも前髪は切るよ。うん、あ、定番のやつ、あ、じゃあ合ってるのか。あれ、マンゴーパッションティーフラペチーノなんだ。期間限定のフラペチーノかラテ。なるほどなるほど。切るって言ってたからさ、言ってないです、言ってないよんだ、切んないよ。でも前髪は切りたいから切るけどね。前髪切っていい、みんないいですか、切って。前髪もう2ヶ月切ってないんですよ。前髪我慢してるわ。でも今いい感じのような気もするけど、ちょっと切りたいんだよね、やっぱり。パッションティー抜けば完熟マンゴーになる、最高じゃん。でもさ、あれだよね、ジャリジャリ感あるよね、あの氷の。あ、わさっぴさん、マンゴーパッションティーはね、あのね、全然マンゴーです、ザマンゴー。うん、あの紅茶でもコーヒーでもない。うんよね、合ってるよね。うん、おとなしとみやんさん、ありがとう。うん、ジャリジャリ感はあれ、なるほどなるほど。うん、スタバ16日からオレンジ&パイナップルコナポップティーラペチーノ他3種類始まるみたい。すごい詳しい、詳しいね、スタバにも詳しい。そう、ジュースだね。うん、簡単に言っちゃえばマンゴージュース。うん、ジャリ、あの氷のジャリジャリ感があるけど、うん、フラペチーノだから。そうですね、子供用、本当に子供用だね。マンゴーが大丈夫な子供向けの飲み物。そう、スターバックスに行くとさ、スタバ行くとさ、やっぱりね、お母さんたちはコーヒーとか飲むけどさ、飲めないじゃん、飲めんじゃん。で、期間限定とかもね、子供飲めるやつ飲めんやつあるからね。大体の方マンゴー頼むんじゃないかな。すごい、今日解禁、すごい早い早い。オレンジ&パイナップル、美味しそう。コナポップティーフラペチーノ、うん、いや私も大好きだから、わさっぴさんぜひぜひ。うん、あと1分で30分、ありがとう。それではランキングをお読みしたいと思います。13位、スヌポンさん、ありがとう。12位、ハッシュタグラルさん、ありがとう。11位、リッキーさん、ありがとう。10位、ルイさん、ありがとう。9位、 YKYK アットマークリランチさん、ありがとう。8位、羽馬さん、ありがとう。7位ナベッチかっこアズーリ応援するぞー、えいえいおー、勝手につけちゃった、ありがとう。
6位ピンク亀尾さんありがとう。5位ひでとさんありがとう。4位ユアットマークズッキーナイトもるみぐみさんありがとう。3位ギャルサットマーク7レンジャー空のふわふわ方言久保がかりさんありがとう。2位わさっぴさんありがとう。そして1位はドマさんでした。パチパチパチありがとうございます。嬉しい、ありがとう。はい、それではじゃんけんしましょう。抹茶クリームフラワーピチーノが一番おいしい。おお、なるほど。それではいくよ、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけん、はい。終わるの聞いてないよって最初にね、そう30分に終わるって言ってたんだ。はい、グーです。今日も見てくださってありがとうございました。それでは皆さん、今日も今日の午後も元気いっぱい頑張ってください。私も頑張ります。またね、ありがとう、ありがとう、みんなおやすみ。